トコムスケア TV 第 2, 部です第2部はレギュラーコメンテーターの東京トレーダーズタイムズの小針秀夫さんに解説をお願いいたします。小針さんよろしくお願いいたします。まずはじめに番組からお知らせです。トコムスケア TV ではゴールド特別番組を公開中です。 ゲストにワールドゴールドカウンシル顧問森田アソシエイツ代表の森田貴弘さんをお招きし、2018年の金需給分析レポート解説と2019年の金価格動向についてお話しいただいております。ぜひご覧ください。さあそれでは小針さんお願いいたします。はいお願いいたします。まずは金でなくてえっ、ー、と価格のそうですねあお話ですかね<え>はいあのー 先週のコミュニティマーケットのまあ分析と、はい、まあ簡単に今週以降の見通しをちょっと触れてみたいなと思います。貯金、はい、の話ですね。そうですね。はい、はい。まず金からですね。えはい、えー。ご用意させていただいたのは東京金の冷やし先切の冷やしです。はい。はい ちょっと見ていただくと、まあ、一目瞭然なんですけれども、うん、基本的に右肩上がりのトレンドがまだ続いていると、ね、これはまだそのトレ上がっているトレンドの中ってて考えていいんでですすよねそうと2月の20日に4739円の高値をつけて、うん、そこから下げてますけれども、はい、逆に、あのー、今年に入って2月、3月2月中の上げがですね結構これまでのトレンドよりも急だったので。うんはい 鋭角に上がったのは上がりすぎということで、2月下旬からの下げは、まあ、上げすぎのハンド、まあ、いわゆるコレクション、修正,はい、修正ですね。はい、修正の向きで、本来のトレンドに今戻ってきているかな、という流れだと思います、はいで。これまでですね、ずっとあの、まあ、日を追うごとに上がってきましたので、なかなか、こう、買いチャンスっていうのがなかったと思うんですけども、うん、まあ、初押しに近い形の大きな下げなので、はい、まあ、えー、そろそろ、 買い場かなと。まあ理想的には4500円近くまで下げてくれると、まあ絶好の締めがいいかなというふうに思うんですけれども、うんうん、まあ、えー、安値町に戻り、うん あの、押し、目し待ちに押し目なしというふうな、まあ相場価格がある,、はい、がある通りに、まあ、なかなか待っても安いがつか、つくにくいという状況だと思いますので。うん、またチャンスに逃しちゃうということですよね。そうですね。はい、まあそろそろちょっと買ってもいいかなという感じがします。はい。次はプラチナですね。はい、はい。ちょっとプラチナはちょっと見通しが聞きにくいんですけれども、 えー、先週までの下げがですね、結構大きかったので、うんまあ、そろそろ今週あたりから下げ止まる可能性があるので、まあ、ちょっと要注意ですよね。全体的にはトレンドなんですけれども、去年の8月に2600円台で底値が入ってですね、今年1月が2700円台、これで、まあ、あ中期的にはダブルボトム。はいでまあ、底値が入って上昇に入ったというふうな捉え方だったんですけれども、 去年の11月9日に3100円台の高値がありますよね。はいはい、で今年の3月にまたやっぱり3100円台まで上がったんですけれども、うんうん、去年の高値を抜けなかったので、えー、まだ上昇トレンドが確認できてないという状況です。うん、ですから、下値も硬いんですけれども、上値も重いということで、うん、ちょっとしばらくは三角持ち合い、はいまあ、いわゆるフラッグの動きに入る可能性があるので、 えーまあ、十分に値段の値動きをまあ眺めながらですね、いわゆる逆張り相場に今入っているかなという感じがします。短期的には3127円から今下げて2900円下げてますけれども、高値からいわゆる3分の2押しですよね。押、えーまあ、し目の節目,、えー、節目との目安としてですね、高値から3分の1押し、あるいは3分の2押しというふうな見方があるんですけれども、うん まあえー、短期的には東急発金、高値から3分の2押しということで、そろそろそこが入る可能性があるかなというふうに思いますはい。はい、で、プラジウムなんですけども。プラジウムは、これは基金以上に日本投資で上げてますよね。はいうん、はい。えっ、ー、と、去年の8月に2700円台でそこが入って、えー、今年し2月には5000円台突破しましたので、はい、まあ、史上、まあ、最高値ですよね、徐々、うん、来最高値。で、安値からはほぼ2倍の値段になってますので。うん ちょっと上がりすぎかなということで、本格的なトレンド修正に入る場合は、4200、300円ぐらいまで下げる可能性があるので、こちらの方もやはり注意深く値動きを見る必要があるかなというふうに思います。はい、はい。原油です。原油はですね、この WTI、ニューヨーク原油が、今、1段上げ、2段上げからの高値持ち合いから、ちょっと反落気味ですので、その値、ね、動きに連動して、東京の方も 4万5000円ぐらいで、まあ、横ばいで推移しているということで、ちょっと仕掛けにくい感じがします。関いちょっと分かりづらい状況ですかね。まあちょっとはっきり言って、原油が一番分かりにくいんですよね、うんあの。マクロ的な要因とか材料は、原油マーケットが一番弱いんです。うんうん、ところがですね、テクニカルで見ますと、逆にまあ原油、ニューヨーク原油が一番強いという、ちょっと矛盾した状況になってまして、うんはい テクニカル重視で見ると、もうそこが入って、そうそう買えかなという感じがしますし、マクロ的な諸情勢を見ると、うん、ちょっと関境が悪すぎて買えないということで、うん、ちょっと悩ましいマーケットですね。はいはい、個人的にはちょっともうそこが入って、えー、修正、東京の先に言いますと、4万円ぐらいまで下げた場合は、はい、そこからまたそこが入って、上昇トレンドに回帰するかなという感じがしております。うん、はい。はい はい。そしてゴムです。銘、はい、柄の分析、最後ゴムですね。はいえー、こちらの方も、去年の11月の底から、えー、上昇傾向が入っておりますけれども、うん、短期的にはあ上げすぎなやはり反動から下げているという状況ですね。はい、はいまあ。あとでちょっとご説明申し上げますけれども、うん、商品マーケット、即、えー、が入って上昇傾向に入っておるんですけれども、うん、コマティ全体的な流れがですね、ちょっと最近言わ、ね、重いのは、 アメリカ、中国の経済戦争がありましたね。はい、まあ、えー、貿易摩擦です、ね。も、はい、ありますよね。中国の景気後退ばっかり言われてましたけども、うん、最近、ここに来てですね、アメリカ経済もちょっと後退気味、あるいは減、ま、速、あ、気味だということで、まあ、その辺結構クローズアップされてますね。はい、いや、えー、二大、えー、消費大国の経済状況が悪くなっているので、まあ、その影響で、えー、コミュニティ全般の上値が重いと、今、状況でりますね。はい 今申し上げたようにですね、CRB 商品質、これ、まあ、コミュニティ全体の流れを示しているんですけれども、大体やはり180ポイント付近での横ばいということは、まあ、状況的には、えー、最悪の状況は、過ぎたんですけれども、うん、また本格的な上昇金には、時期少数という感じがします。うん では、今週の予定でポイントを教えてくださいそうですね、特にないんですけど、はい、14日にあの、まあ、国内、日本にです、ねえー、日銀の金融政策決定会合がありますので、うん、この2日目に黒田総裁が、まあ、記者向けにプレス会見をしますので、どういうふうな金融政策の変更があるかなと思うんですけども、うん、まあ今回は大きな流れもないので。 それと、あとあれですね、12日明日ですけれども、パウレル議長の発言がありますので、はい、この発言もちょっと注目したいなと思います。ただ今年ね、あの、FLB の利上げは、えーはい、まあ、 ゼロか、あっても一回というふうなことも言われてますので、うん、まあ大きなサプライズがない限りは、あまりマーケットのほが反応しにくいかなというふうに思います、うん、先週末の雇用統計を受けても、なんかもうなくなったんじゃないかみたいな声も出てますよね。ねねアメリカの経済、ちょっとね、うん、あの株価も、チ、ま、ャ、あ、ート見て分かるんですけど三3点,点、はい、天井で、ちょっとこれから大きく値下がりしそうな感じが強い中、ちょっとヘアロビとしては、これ以上の利上げはちょっと厳しい。うん と思いますし、今山本さんおっしゃったように、VR、えー、景気指標、経済指標も悪化しているので、うん、その辺ちょっと、一間的な材料かなというふうに思いますね。うん、はい。まあ今申し上げたように、アメリカの株価も下落しておりますし、中国の景気も悪いということで、まあ、この辺ちょっと注意しなきゃいけないかなというふうに思います。はい。はい、あと読んでおけばいいですね。そうですね。まあ、ご参考までに用意しましょうので <laughs> はい、わ、はい、かりました。 ということで、第2部はこれにて終了でございます。さあ、今日この後なんですけど、第3部が金。金ですね。そして、第4部がありまして、第4部が原油。はい、原油ですね。はい。はい、ということで、お送りしていきますので、最後までどうぞお付き合いください。では、一旦失礼します。